皆さんこんにちは。今回紹介する本は落合陽一氏による超 AI 時代の生存戦略という本です。この本を読んで私が印象に残った部分を紹介します。先に申し上げておきますが、この本は落合氏独特の、横文字だったり、ちょっと難しい表現も出てきます。ですので、私が読み上げる場所は、ほんの一部ということで、もしかしたら誤解を招く表現もあるかもしれませんので、ちょっと気になったという方につきましては、ぜひ実際に本を取ってお読みになることをお勧めします。では、始めていきます。まず本書を読む前にということで、導入部分ですね。本書は、計算機技術の発展による超 AI 時代を生き抜いていくために時代性を読み解き、必要なスキルやマインドセットなどについて解説したものである。本書が想定している読者は、現在の情報社会について大まかな知識を手に入れたい人、情報に関わる分野で働いている人などである。では、第1章、その前にプロローグがありました。スマートフォンの普及による結果、人はインターネット上に第2の言論、視聴覚空間を作り、住所を持ち、 SNS を生み、社会を形作った。言うならば、人はデジタル空間にもう一度生まれた。今、常時回線に接続された人々は、この世界を旅し、この星を覆い尽くそうとしている。その結果、ありとあらゆる景色や言語が今、インターネットの上に集まりつつある。見ているもの、聞いているもの、考えたこと、その日の景色から今いる場所、購入した商品に至るまで、人の様子は瞬時に共有できるようになった。この地上で誰もが発信者であり、表現者となった。このダイナミックな変化は、魔法という一つの言葉で両義的に定義できると思う。映像の時代に不可能だった物理的な干渉を起こし、容易に使え、精緻な結果をもたらす。それによる恩恵は、まるで奇跡のように鮮やかであると、あること。そして、その変化の速度はあまりに速く、その制御機構はあまりに難解なため、そこにある仕組みを理解するには難しく、一部の修練された人間にしか理解できないということ。日常にもたらされる奇跡とブラックボックス化の断絶が、今後ますます様々な社会変化をもたらすだろう。本書ではそこに注目していきたい。第1章、超 AI 時代の生き方。24時間誰とでもコミュニケーションを取れるようになった。そのおかげで時差的なものが取っ払われてしまい、昔は寝ている時間は働かなかったし、地球の裏側の人と仕事をすることもなかったわけだが、今ならいつでも働くことが可能だ。地球のどこかは必ず昼であるから、一日中働こうと思えば働ける。また一日中仕事をしていたとしても、同時に一日中何らかの人生を生きているわけで、それはワークでありライフでもあるわけだ。つまり、それを切り分けられない生活と、それを許容しなければならない環境に移ってきたということだ。そういった時代背景は、グローバル化とインターネット化と通信インフラの整備によって、ワークライフバランスという言葉は崩壊したことを意味している。ワークとライフの関係性は完全にバランスではなくなった。これからはワークアズライフ、つまり差別化した人生価値を仕事と仕事以外の両方で生み出し続ける方法を見つけられた者が生き残る時代だ。そのワークアズライフとして考えるとき、バランスや均衡を求めるものは何だろうか。ワークとライフの対比で捉えるのではなく、報酬とストレスという捉え方の方が今の働き方を象徴している。働く時間、休み時間という捉え方より、ストレスのかかること
ストレスのかかることとかからないことのバランスの方が重要だ。次、一人一人が責任感を感じられるレベルはだいたい30人くらいが限度だと言われている。ベンチャー企業やコミュニティ運営を見ているとまさしくそうで、それ以上大きくなると責任の所在がわからなくなって意思決定がしにくくなっている。つまりコミュニティは30人が限界。次、これまでの競争の本質は限られた個数しかパイがなくて、それをパイより多い人数で奪いに行かないといけなかったから、何らかの決着をつける必要があり競争していたわけだ。しかし社会構造が多様化してきて、私たちはそれぞれ違う方向に淡々とやることが重要になってきた。つまり全員が全員違う方向に向いていっても生産性を保つことができ、社会が成立するということだ。これは誰かが追い抜いていくことを羨ましく思ったり、あいつがあれをやってしまったから俺はもうダメだと隣の芝を青く見ないマインドセットを手に入れ、ロジックで補強することにより淡々と生産していくことができる方が問題になる。今この世界で他人と違うのは当たり前で、他人と違うことをしているから価値がある。もし他人と競争しているならば、それはレッドオーシャン競争の激しい市場にいるということだ。つまり競争心を持つというのはレッドオーシャンの考え方で、そうではなくて一人一人がブルーオーシャン未開拓な市場な考え方をしなくてはいけない。ブルーオーシャンな考え方というのは他人と違うことをやっていくということを基本にすることだ。また自分しかそれをやっていないけれど、それが正しいと信じることだ。つまりブルーオーシャン的な思考をするのは競争心とは真逆の考え方である。競争心を持ち勝つことを繰り返すのがレッドオーシャンだったら、ブルーオーシャンは黙々と淡々とやることだ。ここで重要なのは、競争するというゲームが決まるとデータさえあれば機械の方が強くなるということだ。競争するということは同じ土俵にいる、つまり勝負するための要素が決まるから、要素が決まると機械はデータから計算可能なので機械の方が強くなる。それはチェスや将棋の例を見ると明らかだけれど、ブルーオーシャンの考え方で何をやるかが決まっていない状況では、人間は機械に十分に勝てるということだ。この戦い方を身につけるためには競争心は非常に邪魔になってくる。だからこれまで言われている競争心、つまりレッドオーシャンな考え方は捨てて、自分で信じた道を淡々とやっていって、その中で自己実現もしくはストレスフリーな環境をいかに実現していくかということが重要になってくる。次、これから人間の生活スタイルは2つのパターンに分かれると僕は考えている。まずはここまでのフレームを整理したい。1つは前項で説明したブルーオーシャンな考え方をテーマに、コンピューターに到達不可能な価値を創出し続け時代を先に進める人、もう1つはプラットフォームに吸収されて責任と生存戦略をコンピューターに任せる人だ。次、今の時代を生きる私たちにとって信仰心は必要なのだが、ここで言う信仰というのは宗教という意味ではなく、何が好きか、何によって生活が律せられるか、何によって価値基準を持つかという自分の価値基準は何だろうという問いに対する個人の答えのことだ。何かの信仰に属することというのは、これから価値が非常に多様化していく中で個人が道を失い憂鬱にならないためにも、ストレスコントロールを行ってメンタルを保つためにも重要だ。行動をしていく原動力として非常に重要になってくる。
次、ここまで読んで自分の仕事にはギャンブル的なものがないという人もいるだろうけれど、どこかに少しでもギャンブル性を持っていればもっと仕事にのめり込めるかもしれない。毎日淡々と同じ業務をやっているだけであってもギャンブル性のあることを数パーセントくらい入れられないだろうか。例えば誰かに提案をするとき、少しだけ山を張った提案を受け入れてみる。それがたまにうまくいくとテンションが上がるかもしれない。とはいえ、趣味が充実していたり家庭生活が楽しかったりすれば、無理に仕事でテンションを上げる必要はないかもしれない。ただ人生のどこかにはギャンブル的なものを求め、飲まれない程度に意識してみるというのはワークアズライフの時代には誰にとっても必要なことだ。次、今後の仕事では自分でゲーム的なフレームワークを考えて遊びにしていくということが重要になってくる。仕事を遊びにして一日中労働しろというわけではなく、小さい遊びとして仕事を生活の中にたくさん詰め込んでいくと豊かな人生になるのではないかということだ。そうなってくると、遊びの中で自分は何をすれば喜ぶか、つまり自分にとっての報酬が最も考えないといけなくなる概念になるだろう。あなたが何の報酬で喜ぶのかということを意識して、遊びとして人生をデザインしていくことがこれからの時代のキーワードになるだろう。そしてこれはどれが正解ということではなく、人それぞれ違っていい。どれか一つに限定するのではなく、全ての要素が混ざっているパターンもあるだろう。好きで何かを続けている理由を細かく分解すると、そのギャンブル、コレクション、快楽のどれかに誰もが集約されるだろう。ドキドキしたいし、充実感を得たいし、単純に気持ちがいいと感じたいのだ。あなたが今やっていることでもその3つを意識してみてほしい。次、遊びにおいてはとりあえずやってみるということも大事だ。問題設定とその問題解決とアクションプランが決まったら、悩むよりやってみる方が重要だ。あれこれ悩むより出たとこ勝負でしか自分の喜びはわからなかったりする。どんな本にも書いていることだが、やはり短いスパンで繰り返していくと自分の特性についてやがて分かってくるものがある。次、これまでの時代はオリジナリティの高い天才的な人間がこの世に生を受けて、その人がものを作るから、その人らしいものが世の中にあふれるというように偉人伝は編集され、そう思われてきたかもしれないが、それには異を唱えたい。ある問題設定があって、それを解決する人がその環境と対照的に取り組んでいく中で、やがて特徴のある人間になっていく。つまりアイデンティティができていくというのが実際の順番だ。生まれながらに特徴的な人は実は存在していない。環境や学ぶ態度から後天的にどんどん特徴的になっていく。その様子が早いか遅いかということだけだ。第2章、超 AI 時代の働き方。いつリストラされても業界がこう変わっているから、こっちにかけてみようという体制を全員が取れるようになっていることが望ましい。今はそうなっていないのが非常に残念な状態だけれども、だからなるべく社会にはしがみつかない方がいい。それは逆に言うと会社を使い倒した方がいいという話だ。今のビジネスモデルで利益が出ているのは何の分野や技術なのかを明確に考えた方がいい。そこに利潤があるから次のビジネスモデルが生まれるからだ。次、日常生活を過ごしていても不必要な締め切りが世の中にはいっぱいあるだろう。例えば情報共有のための資料を作らないといけない。
と言ってパワポを作る人もいるだろう。しかし会議などで用意される捨て資料の文化が世の中からなくなれば、社会は随分と良くなると思う。僕の研究室ではパワポを作る必要がないようにしている。そしてパワポを作るよりパソコンの中のデータを見せながら喋る方に時間を割いた方が聞く人の頭に入りやすくなる。次、そして人間が追われている締め切りのほとんどはこの不必要作業による締め切りだ。僕の感覚でも 80% くらいは不必要作業の締め切りだ。身近な例でも、メールする時間がないならすぐに電話をすればいい。けれど送られたメールに対してちゃんと返事を返さないといけないという根性論が社会のルールとして存在しているので、やらなくてはいけないことが多くなる。しかしそのルールが自分のコミュニティで必要でなければルールを変えてしまえばいい。そうして考えていけば、合意形成のために使っている作業が減っていき、時間をかなり削減できるだろう。僕はこれをかなり意識的に徹底的にやっている。これから先、締め切りに追われなくしていく方法は、これまで述べてきたようにツールを使うことだ。そして中間の工程をあまり気にしないこと、最後に機械にできることを極力やらないこと、この3つが非常に大切になってくる。もし今あなたが中間の調整作業をやっている自覚があるのであれば、それはそのうちコンピューターにやらせてしまいやすいところだ。早く別の作業に時間をかけていく努力をした方がいいし、これまでの表現を使うのであれば、もっと遊んだ方がいい。一刻も早く今たくさんの時間をかけてしまっている作業を見直し、締め切りに追われない生活を手に入れよう。次、人生には目的がある人がいるし、ない人もいる。なので基本は非合理的なことばかりでいいスタンスを取り、問題解決のための合理的なことと問題解決以外の非合理的なことというのを一度切り分けた方が人生は豊かになる。次、会議はあるフレーム、あるゴールに向かってどうやって最適解を求めるかを考える場だ。しかしおそらく世の中にはそうなっていない会議が多くあり、会議という名のコミュニケーションの場になっている。例えば大学での会議は会議をしないといけないと大学が決めているから会議をする。次、僕のゼミ生にもよく言うことは、今何をしているかというのがスライドにまとまっている必要はない。ちゃんと議事録になって情報が共有されれば、別に何の資料も作らなくていいということだ。その代わりアジェンダがすごく重要になる。アジェンダはあらかじめプレゼンの場に用意しておいた方がいい。そのアジェンダ通りに情報が伝達されていれば、そんなに準備はしなくてもアジェンダで常に思考されて共有されている状態というのがベストだ。次、つまりプレゼンベースで仕事をすると非常に仕事の効率が上がる。情報伝達のための仕事設計になるので非常に効率的で重要なことだ。まずプレゼンすることを先に考えて、スカスカのプレゼン資料を作ってから仕事を始めるという進め方は非常におすすめである。スカスカのプレゼン資料をどう埋めたらいいかという順番でプレゼンベースに仕事をした方がはかどるだろう。次、だから自分に関係のある政治に対してアンテナを張っておかないと生存的に危険なわけだ。次、日本は比較的そうではなくて、ほぼ全員が同じ民族で、ほぼ全員が同じような働き方を昔まではしてきた。けれど今はそうではなくなりつつあって、インターネットの力で発信形態も趣味性も興味の矛先も変わってきたから、大きな一つの政治にもっと興味を持たないといけないし、
地方に分権された政治に関してはもっと参画しないとしていかなくてはいけない。とにかくもう今個人がバラバラになったわけなのだから、もっと政治に興味を持たないと生存に関わってくる。次、あらゆるものをググればわかるというレベルの状態で頭の中に保持しておく知識のつけ方がすごく重要だ。そのためには一度は自分で解いてみたことがあるという状態がベストで、ただ頻繁に使用してはいないからあまり詳しいことはわからないんだけどという状態が実は理想なのだ。次、専門性がある人、つまりスペシャリストとバランスがよく知識を持っているジェネラリスト、そのバランスが重要だ。ジェネラリストに価値があるかといったら全然価値がないと言えるだろう。スペシャリストであることはこれからの時代では大前提で、スペシャリストになるから受験勉強にも価値があるわけだ。この順番を間違ってはいけない。ジェネラリストであるだけの人はクイズ番組に価値がなくなるのと同じで生き残ってはいけない。そのバランスを取るのがすごく重要だ。ある一つの分野がすごくできる人というのはある程度のタスク処理能力があるので、意外と別の分野をやっても上手にできたりする。要するに受験勉強プラスアルファをするという感覚だ。受験勉強の知識そのものが役に立つのではなく、誰かと話をするために知っておく必要だってある。そういう価値観で捉えると受験勉強的なことは意外と楽しめるかもしれない。次、資格を取ろうとする人がたくさんいるけれど、資格は最低保証のものだ。要するに最低限合格だった人たちということをイメージさせるものが資格であって、最低ラインで合格だった人から中流くらいの人までの仕事はこれから先コンピューターがやっていくだろう。重要なのはその業界でトップレベルかどうかということだ。資格を取るようなレッドオーシャンの分野ではトップを目指さないと意味がなくなってくる。せっかく資格を取ってもトップじゃないところにいたら意味がないので、何かしらニッチなことでもいいのでまずはトップにならないといけない。つまり資格を取って最低限を保証した後はそこから賞を取ってトップであることを示せということだ。それを目指していかなくてはいけない。第3章、超 AI 時代の生活習慣。僕は研究室でストレスフリーな人間になろうとよく言っている。もしストレスを感じない人になれたとしたらすごく理想的だと思っていて、全ての悪習はストレスが溜まっていることが原因で起きているのではないかとさえ感じる。それなのでなぜストレスが溜まるかについて僕なりに考えてみたら、それは主体性というキーワードにつながった。つまり主体性を追い求めすぎるとストレスフルな状態になるということだ。理想的なのは仕事で溜まったストレスが仕事の中で報われて、仕事の中でストレスから解放されるということだ。つまり一つの中で閉じてしまえばいい。まずやるべきことは仕事の中でストレスが解消できる場所とストレスが溜まる場所をリストアップすることだ。またよく言われることだが、他人と比べないというのも重要なことだ。おそらくみんなは遊んでいるのに自分は仕事をしているという状況は多くの人にとってストレスを感じるだろう。それはやはり比較のしすぎが原因であって、クリスマスに仕事をしているとすればそれはクリスマスは遊びに行くのが普通だと思っているからストレスが生まれるのだから、その逆だってあり得る。今はストレスフルだと思っていても、別にそれは他人と比べたことによって出てくるストレスなのか、単純に肉体の疲れなのかは分けて判断できるはずだ。ストレスの出所を一歩引いて考えてみなくてはいけない。
ストレスの話に関連させると健康はすごく重要なテーマになってくる。僕は学生からよく今のうちに何をしとけばいいですかと聞かれるのだが、決まってその時は筋トレと答えるようにしている。別に筋トレに限らなくてもよくて運動全般でもいい。ちなみに僕は朝起きてから腹筋をするのが日課で、週 1,2 回ほど朝7時からジムに行く。体を動かさないと脳の働きは悪くなるし、これは人間とコンピューターを比べた時の大きな特徴である。それなので体をよく動かしましょうというアドバイスは間違いなく残り続けるだろう。次、コンプレックスには2種類ある。一つは強い憧れがあるけどそれが達成できないというパターンと、もう一つは他人から見て劣っているというパターンだ。まず前者の憧れから来るコンプレックスは実は無意味なのであって、人間はやはりできることしかできないから、できることだけをやればいいだけの話ということになる。憧れてもいいが、それをコンプレックスに感じる必要はない。次、まずは流行を気にしないことだ。それに他人に浮いていると言われても別に気にしなくていい。それなので自分が好きな服を買えばいいし、他人が買ってきた服は着なくてもいい。単純なことだが、そういうことの積み重ねがすごく重要だ。遊びの話と同じように好きなものだけを集めていけば、おのずとその人らしさは現れていく。もし今服を気にして選んでいる意識があるのであれば、それは自分が気にしているだけで他人はそこまで気にしていないと思った方がいい。結局は選択肢の中からしか決められないし、無理に自分らしさとか探さずに自分が何が好きかという基準で単純に選んでいけばいい。そうして変だと思われるのではなく、それがその人なんだからそれでいいじゃんとなっていくだろう。次、自動運転が変える家選び。時代の変化に敏感であろうとすると、今は過渡期だから都内に家を買うのは間違いで、山手線内ぐらいになると便利だけど、そうじゃなくなる時代において、果たしてそこに住んでいるのが幸せかどうかはもう一度考え直してから家を買った方がいい。じゃあ自動運転の時代が来るから郊外に家を買うべきかと言われても、まだそうは言い切れないので、将来引っ越ししてもいい体制をとっておきましょうというくらいがベストな答えじゃないだろうか。そうすると30年間をここに住むなんて考えはしなくてもよくなるし、もっと自由に様々な選択肢で住むところを選んでもいい。とにかく出勤にも便利だし、買い物にも便利という決め方に意味がなくなってくるということだ。次、そもそも貯金は何に必要なのかと考えてみると、大体は子育てか老後だ。要するに自分の問題じゃなくて家族の問題なわけである。次、今の時代、昔であれば投資はせずにせっせと貯金をしておくか、家を買ってローンを返していけばよかったのだが、今は人生で何回仕事を変えるかわからないし、どこに住んでいるかもわからない。一生ある仕事をするわけでもない時代なので、自分に投資して仕事を変えていくというのもキーワードになるだろう。次、ある意味子育ては一番コストのかかる趣味だとも言える。それなので子供がたくさんいるのも普通だし、子供がいないのも普通ということになっていくだろう。そうした時に子育てに何が残るかといったら、義務としての子育てより趣味としての子育てではないだろうか。趣味としての子育てを考えると、すごく楽しいと思う。辛いことも多いけれど時間をたくさんかけるであろう。それはこの本でずっと述べている報酬の話で、
子供がいて楽しくてテンションが上がって仕事も楽しくなるならそれでベストだということだ。趣味としての子育てとはいえ、いわゆる教育熱心ではない方がいい気はする。僕は幼い頃、自主的に習い事をやっていた。それで自分でやりたいといったものしかほとんど続かない。やってみないとわからないことばかりなので、子供が少しでもやりたいことは全部やらせて、やめたかったらやめさせればいい。今の時代、向いていないことをやってもしょうがないというのは、幼い頃からそうするべきだ。次、親ができることといえば、放っておいても勝手にやるようになるところまでどうやって持っていくかということではないだろうか。放っておけばあとは勝手にやるというところまでお膳立てを仕上げれば、あとは自分で試行錯誤するようになる。以上です。一つでも二つでも皆さんの生活に役立つフレーズがありましたでしょうか。この番組では皆さんの生活に役立つ情報を毎日配信しています。まだの方はチャンネル登録をお願いします。それでは、またお会いしましょう。ありがとうございました。